2023年12月15日に現在のオーストラリアで政権を担当するアルバニージー首相は、アメリカの議会がこれまで承認したことがなかった原子力潜水艦の第三国への売却を初めて認めたとして、歓迎のコメントを発したよ。これはアメリカの下院議会が前日の12月14日、2024年度分の過去最大規模の国防予算の概要を定めた国防権限法案を可決したことを受けての反応で、2021年9月に電撃的に締結された新たな軍事同盟オーカス沖な成果だと評しているな。さて今回はオーストラリアへのバージニア級攻撃型原子力潜水艦の売却が本決まりした件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。オーストラリア、イギリス、アメリカの3カ国が締結した新たな軍事同盟のオーカスは、近年の中国が軍事力の拡大を背景にインド太平洋地域で推進している支配地域の増大に、大きな抑止効果を生むことを目的としたものと言えるんじゃないかな。オーストラリアのアルバニージー首相は、今回のアメリカの下院議会の国防権限法案の可決を受けて、その内容はオーストラリアがアメリカからバージニア級攻撃型原子力潜水艦を入手することを意味すると述べたよ。これまでにもオーカスの締結によって、オーストラリアはアメリカから少なくとも5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達し、以後は主にイギリスとの協力で新型のオーカス攻撃型原子力潜水艦を建造する方向であると報じられてきたよな。今回のニュースはその動きを確固たるものとする政治的で具体的な第一歩であると目され、オーストラリアが直面している国家の安全保障政策上において、大きな節目となることを世界に示した形と言えると思うぜ。アメリカの下院議会が今回承認した2024年度分の国防権限法案は、総額でおよそ8860億ドルにも及ぶんだけど、その内容にはオーカスに関するオーストラリア向けの攻撃型原子力潜水艦の売却に止まらず、ウクライナへの軍事支援も含まれてはいるみたい。このところのロシア・ウクライナ戦争においては、アメリカからのウクライナへの軍事支援が危機的な状況にあるとの報道も多かったことから、その意味でも西側諸国にとっては歓迎すべき内容だと言って差し支えはないだろうね。こうした報道を受けてオーストラリアのマールズ国防大臣も、アメリカが第三国に原子力潜水艦の売却を承認したことは初の出来事であると発言しており、同国が寄せる期待がいかに大きなものであるかが伺える状況だと思う。そんな攻撃型の原子力潜水艦の入手の進展に沸くオーストラリアだが、現状の潜水艦戦力は通常動力型の攻撃型潜水艦のコリンズ級を1996年7月から2003年3月にかけて6隻保有運用しているのみで、その老朽化が課題となっているんだって。コリンズ級は水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル。全幅が 7.8 メートルの規模を持つ通常動力型の攻撃型潜水艦で、すでに最終6番艦の錬金の収益からも20年以上の歳月が経過しているな。このコリンズ級はスウェーデン海軍のベステルエトランド級、水上排水量1070トン、水中排水量1143トン、全長 48.5 メートル。全幅 6.1 メートルをベースに大型化した潜水艦で、主兵装として533ミリメートル魚雷発射艦6門を艦首部に装備しているぜ。日本の海上自衛隊との比較で言えば、同時期に建造され今は実戦配備中の潜水艦としては最古参の親潮型にほど近く、こちらは基準排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル。全幅 8.9 メートルとなっているよ。親潮型はネームシップにして1番艦の親潮が1988年3月、最終11番艦の持ち潮が2008年3月に収益を迎えた艦艇だけど、すでに1番艦親潮は2023年5月に除籍、2番艦満潮、4番艦巻潮も練習潜水艦に変更されているね。したがって現時点で海上自衛隊が実戦配備を継続している親潮型は8隻を残すのみとなっているんだけど、
ご存知のように海上自衛隊では年に1隻ずつの新造艦を戦列に加える形を継続しており、2031年までには全てが入れ替わることが予期されているんだ。地方を広い排他的経済水域と領海とで囲まれた島国である日本にとって、海の防衛を担う海上自衛隊はその戦力の中核に潜水艦隊を置いており、その維持と運用とは自国の国防の要となっていることは言うまでもないよな。現在の海上自衛隊ではこうした潜水艦隊を22隻体制とすることをかつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略において明記しているが、現行の体制を敷くことが定められたのは2011年度からで達成に至ったのは昨年2022年のことだぜ。2011年以前の防衛計画の対抗においては海上自衛隊の潜水艦隊は16隻体制が敷かれていたが、中国をはじめとする近隣の国家の海軍力の増加を鑑み、6隻を増やして安全保障体制を強化する方針へ変更された経緯があるよね。したがってそれ以前までも年に1隻ずつの潜水艦の新造艦の追加は行われていたんだけど、それは裏を返せば最低で16年で潜水艦は実戦配備を外れる状態だったと言え、今はそれが22年のサイクルへと伸ばされたということができるんだ。こうした海上自衛隊の潜水艦隊の大体のサイクルに関しても、それに否定的な見解を示す一部の勢力からは無駄に防衛費をつぎ込んでいるとの批判は当然あったわけだけど、このサイクルが日本の通常動力型潜水艦の建造技術の蓄積にもたらした貢献は大きいよね。翻ってオーストラリアの潜水艦の運用状況に話を戻せば、現時点ではアメリカからの売却が正式に承認されたバージニア級攻撃型原子力潜水艦であるが、早くともその配備は2030年代の前半と目されており、未だしばらくの時間を必要とするぜ。そのギャップを埋める必要があるため、オーストラリアは現行のコリンズ級に近代化改修を施し運用期間のさらなる延伸を図るものと思われているが、そもそもコリンズ級は開発段階から様々な問題にさらられていた艦艇だったわけだ。コリンズ級は一言で言えば、潜水艦の要艇とも言える静粛性に大きな問題を抱えてきた経緯があり、他の不具合も少なくなく信頼性に乏しく、一時期は6隻中で稼働可能な艦艇はわずかに1隻という事態に陥った時期もあったほどだったな。こうした状況下、オーストラリアはコリンズ級潜水艦の代替を進めるべくプロジェクトを始動させ、2016年4月にはフランス、ドイツ、日本によるコンペの結果、フランスの提案を採用し新たな通常動力型潜水艦アタック級とすることを決定したよ。フランスの案によるアタック級潜水艦とは、フランス本国で計画中のシフラン級攻撃型原子力潜水艦の機関部を通常動力型に換装するという手の込んだもので、決定時には一部で懸念する声が上がったものだったんだ。当時の日本はこの時のコンペにはその時に自国でも最新型であった双流型を提案していたとされ、一時期はアメリカが日本の双流型の採用を推しているとの情報もあり、初の大型防衛装備品の輸出成功かとの期待も高まったよね。しかし当時のオーストラリアは国内の製造量の縮小傾向を政治的にカバーすることを、アタック級の採用にあたっても重視していたとも言われ、日本の場合は双流型は完成品を輸出する形しか提示できなかったとも伝えられているぜ。それに対してフランス案はオーストラリア国内での建造を条件に加えて提示を行っていたとも伝えられ、結果としてそれが大きな決め手となってアタック級の受注を獲得することに成功したとまで言われたほどだったな。結果として2016年のオーストラリアのこの判断は、猛烈な勢いで海軍力の増強を図り南シナ海を手中に収めようとする中国の動きの前に見直しを余儀なくされ、またアタック級の計画の遅延と費用の増大もそれに拍車をかけたと言われているらしい。こうした流れからコリンズ級の近代化改修に費用を投じるくらいなら、いっそバージニア級やオーカス級の収益までのつなぎに再度日本からの通常動力型潜水艦の、調達の可能性があるのではないかとの声も一部で囁かれているみたい。ただし個人的にはこれまでの経緯を総合して考えてみても、
今更日本が通常動力型潜水艦をオーストラリアに売却することが現実的にあり得るとは到底思えず、憶測の域を出ない見方だと感じているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年1月1日元旦の16時10分、能登半島の先端にある石川県宝珠郡穴水町の北東 42km を震源として令和6年能登半島地震が発生したよね。能登半島では以前より群発地震が頻発していたが、この一連の地震活動のうち16時10分にマグニチュード 7.6 の地震が起こり、石川県羽咋郡志賀町では最大震度7が記録され、国内に残る記録では2018年に発生した北海道胆振東部地震以来の7回目の大地震となったぜ。今回はそんな能登半島地震で活躍する海上自衛隊のホバークラフトについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、地震発生とともに気象庁では東日本大震災以来となる大津波警報を発し、当初は石川県輪島市の輪島港で最大 1.2 メートル以上の津波が観測されたと報じられていたんだけど、その後に能登半島沿岸の被害状況が明らかになるにつれて、最大で4メートルほどの津波が到達していたことが判明しているね。この地震によって、半島をぐるり周回する国道249号では石川県内の多数の区間が通行止めとなっており、その他にも国道359号の富山県小矢部市から石川県金沢市へ向かう区間で地震による道路の崩落が発生。国道415号では羽咋市で通行止め。国道471号も富山県小矢部市及び富山市八尾町土地折で通行止めが発生するなどしていて、それらに加えて山が多く海岸線が急峻な崖が多い能登半島では各地で土砂崩れが発生し、道路が寸断されて海岸沿いや山中で孤立する集落が続出しているみたい。自衛隊では1万人を動員する体制で人命救助活動や物資の搬送などに当たっているものの、半島北部にある輪島市に通じている道は穴水町からの県道1号線のみで、随所が片側通行となっていることなどから激しい渋滞が発生しているんだ。そのため、それらの孤立集落に食料と水や各種の支援物資を届けることができず、自衛隊などが閉ざされた道路の再開と支援物資の搬送に動いている中で、海岸沿いの集落への支援物資搬送に加えて、道路開通や倒壊した住宅に閉じ込められている住民の救出に使用するために必要な重機を洋上の補給船から海岸への陸揚げ搬送が可能な、海上自衛隊が運用しているホーバークラフトの LCAC-19 エアクッション型揚陸艇が注目されているわけだな。日本においては2011年3月11日に発生した東日本大震災の際にも、瓦礫などが散乱して船舶が入港できない地域において、海岸などに LCAC によって支援物資を供給するなど活躍したぜ。津波などが襲来した場合、周辺海域には陸上から流された瓦礫や転覆した船舶によって船体を損傷することがあり、あるいは海中に浮遊している漁網やロープなどが多くあることから通常の船舶ではスクリューなどに絡まるなどして航行不能になる可能性があるため、港内を掃海しなければ船舶が接岸することができず、支援が困難となるため、LCAC はそのような地域には重要な補給手段だろうね。エアクッション艇はイギリスのブリティッシュホーバークラフト社ブリティッシュホーバークラフトコーポレーションの開発で、船体の下から圧縮空気を下向きに噴出することで水上を浮上航行する高速船で、エアクッションが極めて少ないため、およそ100キロ毎時という高速航行が可能なほか、陸上走行も可能な水陸両用艇なんだ。ホーバークラフトとはブリティッシュホーバークラフト社の商標だけど、同社が一般名称としての使用を認めているため、正式名称のエアーカシオンビークル ACV エアクッション艇よりもこちらの方が一般的な呼び名となっているね。このホーバークラフトは、船体上部から吸い込んだ大量の空気を船体下にある海面や地面に直接吹き付け続けることで海面や地面上から浮上し、ホーバークラフト音と呼ばれる船体の四方に下げられた合成ゴム製のエアクッション用側壁が、
吹き込まれた空気を運航に必要な高さで保持しているぜ。この側壁下部と水面または地面との隙間から常に空気が漏れ出ることにより、完全に体の全てが空中に浮かぶため平坦な面上では接触抵抗が全く発生せず、この隙間より大きな凹凸があったとしてもスカート部によって作られた空気浮揚空間の高さまでは、船体の金属製の低体部分に接触することは避けられる構造であるが、走行中にスカート部への圧縮空気の供給がストップしたり、スカート部が破損して内部の圧縮空気が維持できなくなったりした場合には、空気圧が低下して浮揚力が失われて低体の底部がそのまま水面や地面と接触することになるわけだ。しかし、特に水上でそうしたことが起こっても底が沈没することがないように、底体そのものは水密構造設計となっているぜ。推進力は底上部にあるプロペラによって得られる水中にスクリュープロペラを持つ機種もあるが、底自体は浮上しているため水面や地面の摩擦による抵抗を受けず高速での航行が可能だな。そして、平坦な場所であれば陸上でも使用できるんだけど、凹凸が障害となるために水上で運用されることが多いために、船舶扱いとなっているよ。進行方向の制御にはプロペラの直後に設置されているラダーや、左右のプロペラピッチの差を用いたりして制御するが、サイドスラスターが設置されているホーバークラフトであれば、横滑りによるドリフト走行や急旋回など、通常の船舶ではできない動きが可能となっているね。また海上から直接、船舶のウェルドップに収容することが可能であるため、海上自衛隊が保有しているウェルドップが備えられた大隅型輸送艦3隻に、それぞれ2隻ずつ搭載され計6隻が運用されているんだって。LCAC は、アメリカ海軍では1982年から部隊配備が開始されていて、底椎の中央部分は左右両舷の上部構造物に挟まれた全通式の車両甲板になっていて、長さ 20.4 メートル幅 8.3 メートル床面積168平方メートルの広さがあり、また底の前後には傾斜通路があり、底首側は 8.8 メートル幅で底尾側では 4.6 メートル幅となっているぜ。積載量は交渉で 54.4 トンとされているが、実際には60から75トンまでが搭載可能と言われていて、M1 エイブラムス主力戦車なら1両、LAV 装輪装甲車であれば4両、AAV7 水陸両用強襲輸送車の場合は3両アップリケ装甲を装着した状態であれば2両、M198 などの155メートル榴弾砲であれば2門を搭載できるらしい。ただし、アメリカ軍では LCAC-19 のエアクッション艇の調達終了から20年以上が経過していて、整備用パーツなどが枯渇していることなどを理由として退役が始まっており、後継となるエアクッション艇として LCAC-109 シップとショアーコネクター SSC の導入と配備が開始されている中、日本の海上自衛隊においても最初期に導入した2隻の LCAC-2101号艇と2102号艇は1998年に就役しているため25年が経過しており、海上自衛隊においても運用現場では LCAC の維持整備が困難になっていることが伝えられており、アメリカにおいても在庫が枯渇していて調達ができない部品などは、古い部品を幾度も修理して使っているなどのほか、中には現場でパーツを作成して代用しているなどといったケースが発生しているんだと。海上自衛隊では京都府の舞鶴基地所属の大隅型輸送船大隅を3日に出港させ、5日に金沢港において支援物資などを搭載した上で能登半島の北に海域に進出し、LCAC を用いて輪島市の大川浜に人命救助及び道路警戒作業に必要な陸上自衛隊の重機や救援物資を陸揚げしたことに続き、輪島市周辺では携帯電話の基地局にも被害が発生して電波状況が悪化していることから、NTT ドコモの基地局車両と担当者を大川浜へ輸送することとなり、1月6日に大隅にそれらを搭載して洋上から LCAC によって砂浜から陸揚げしたことが報じられているな。四方を海に囲まれて海岸線が長く、さらに今回の災害が発生した能登半島のように急峻な崖に囲まれた海岸の集落が多く存在する日本では、このように海岸の集落が孤立するような災害の発生は必須とされており、
そのような場所へ到達することができる LCAC エアクッション型揚陸艇の更新と配備増が必要であるとする声が高まっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上における実射試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていたよね。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこの実射試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明したぜ。今回はそんなレールガンの実射試験について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業社の浦賀造船所によって1993年4月に寄港。1994年6月に浸水、1995年3月に収益を果たした艦艇で横須賀を母港とする開発隊軍技術評価開発隊に所属しているよ。この試験艦アスカは基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦体に複数のガスタービン機関を組み合わせた。コグラグ方式の機関部を搭載、最大で出力4万3000馬力、速度27ノットを誇るんだ。ちなみに海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として初の司し階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られているぜ。試験艦アスカは総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では新型対戦ロケットの丸7式 VL の試験や、新型単魚雷の1と2式魚雷等の試験を実施した経歴を持っているな。また2017年には地上配備型の1と2式地対艦誘導弾を艦載型とした、1と7式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも高名だと思う。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいてもその試験の舞台にアスカが用いられたことは必然であったと言え、当初防衛装備庁がこの試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方がむしろ不思議に感じられるほどだぜ。かつてレールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例はその点からも異例と言えるんじゃないかな。さて防衛装備庁だけど、この試験艦アスカにおいて実施した洋上における実射試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に、2023年12月頭に公開、その特性を紹介しているよ。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっているんだ。まずこの動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられているところから始まるね。そして電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性としてこれまでの作薬を使用する火砲と異なり、弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げているな。加えてこれまでにレールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、的である金属板を貫通する様子が収められているぜ。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは、
対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっているわけだ。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中、これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出されるよ。その時のナレーションでは、こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を時間に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられているね。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は40ミリ、弾丸の発射時の初速は秒速でおよそ2297メートルを達成。これはマッハ7弱に相当するものだったんだ。この時地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては当然連射を可能にする必要があるんだけど、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見えるよね。さらに今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも、小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは未だ判然とはしていないぜ。これまでに日本の防衛省ではレールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度もおよそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させているよな。現時点で日本の防衛省はこのレールガンは開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ、将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだったよ。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうけど、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかるよね。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと、共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯があるからな。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによるものだぜ。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な。現行の水上戦闘艦はズムボルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったと目されているわけだ。アメリカ海軍の艦艇の中で主力を務めているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていたからね。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だけど、その新型艦 DDGX の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならないよ。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられているな。日本でも水上戦闘艦に連射が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。